どうもおはようございます。中野敦です。それでは動画を閉じたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後にロト6最終確認して、それから最終確認し終えた感想について述べて、最後に明日のロト6について話したいと思います。昨日2口予想したけど、1口目が2、3、19、20、35、37で、2口目が、16、19、35、37、38、42。これから見たら2口目がちょっと、偏ってるかなっていう感じかな。2口目は10番台から始めてんねんけど、まあその理由が、この前のロト6の当選数字の始まりが19からだったから、また10番台から始まるん違うかなと思って、2口目、16から始めてんけど、まあ1口目は1桁から始めてるけど、ロト6は圧倒的に1桁から始まることが多いから、だから、1口目は1桁から始めてんけど、ここから見たら、正直やっぱり難しい、予想が。次のロト6、明日40番台出るのか、それから1桁が出るんか、10番台からまた始まるのか。そこがちょっと難しいな。一口目は40番台入れてないんやけど、二口目42入れてんけど、40番台の中だったら42か43が、出てる回数が多い。まあ、ここ最近は40やねんけど、でも出るんだったら、40番台の中だったら42違うかなと思って、42、二口目に入れてんけど、正直ちょっと自信がない。一口目に自信があるのが3、あと19と35、37、この4つ。二口目に自信があるのが19、35、37、38、この4つかな。二口目20番台と1桁入れてないから、そこは不安なんやけど、だから20番台が大量に出たら当選ができない。どっちもできへんな。一口目も20番台1つしか入れてないから。まあまたこの後ロト6最終確認するけど、それで数字変更するかどうか、まだちょっとわからんけど、昨日が20分ぐらいか。20分ぐらいの予想だから、今日は30分か40分か、そのあたりの予想動画になると思います。見ていただけたらありがたいです。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。